baby girl. Let's sing a song and have fun. みなさんこんにちは。リサです。娘ちゃんです。みんなで一緒に歌歌って楽しみましょう。ね、う、お。今日は赤ちゃんや子供さんと一緒に、体を使って歌って動けるお歌を歌っていきたいと思います。Today's song is Slice, Slice, the bread looks nice. Ready? You're gonna be a bread. Slice, Slice, the bread looks nice. Spread.Bread, butter on your bread. Put some jam to make it sweet. It's time for me to eat. Nom 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 nom. はい。日本語でも歌ってみましょう。Ready? Slice, slice. パンがきれい。塗り塗りバターを塗ってジャムを塗って甘くしよう。そしたら食べる時間だよ。あんにょ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 ん。あらら、うちの娘ちゃんは4ヶ月ですが、どんな年齢のお子さんでもできる触れ合い遊びですね、になってると思います。では、2歳半の息子くんも私が娘ちゃんと一緒にやってるのを聞いてたら、息子くんもやりたいって言って来てくれたので、息子くんとやった時の動画も見てみてください。どうぞ。もう、あれだ、パンの歌ね。じゃあパンの歌書く、日本語と英語どっちがいい？日本、英語にする？はい、slice, slice, the bread looks nice. Spread, spread, butter on your bread. Put some jam to make it sweet. It's time for me to eat. はい。こう最後に食べちゃうじゃん。あまままままん。っていうのは子供さんすごく好きですよね。今まだ娘ちゃん4ヶ月なので、まだあんまりちょっと反応はギャーっていうほどの反応はないんですけど、まあ、ニコってちょっと映せなかったというか、表情はご覧になれなかったかもしれないんですけども、ね、もう1歳とか2歳半の息子とかになると、もうギャーギャーってなって喜んでくれます。ではでは、 See you next time. またねー。食べるほどとお願いします。 Please subscribe.